もう一回、まあ、上を目指したいっていうか、うん、また這い上がっていきたい気持ちがやっぱあったんで、うん、今回こういうふうに加入することになりました。今日は8月25日に撮影させてもらってまして、リーグホーム戦、はい、アーティストの青山美月さんですとか、はい、よさこいの演舞ですとか、はい、結構賑やかな雰囲気で試合が行われたんですが、どうでしたか？いや、地域リーグではありえないっていうかまあここまでを想像してなかったんで、まあすごいサポーターもたくさん来てくれましたし、はい、こういうイベントとか出店とかあるっていうのは、まあ選手も絶対モチベーションになると思うんで、すごいいい雰囲気で試合はすることできました。まあこれから上のリーグ目指してっていう時ですけども、はい、皆さん聞きたいなと思ってると思うんですが、またよくぞ来てくれましたね。いや、結構そんな悩んでないです。あ、本当ですか？はい、まずどういう声掛けがあったんですか？まあ、もともと去年の8月に怪我してしまって、で本当1年間ぐらいサッカーできてなかった状態で、はい、今年は、まあ、チームが決まらない中で、まあ、スカイアースの松尾が直接、まあ、誘っていただいたというか、まあ、声をかけてもらって、で、サトシさんとも、まあ、一緒にタイでプレーしたことあったんで、まあ、すごい誘っていただいて、まあ、すごいなんていうんですかね、もうスカイアースが J リーグ目指しているということで、すごいやりがいがあるかなと思って。そしてこうやってホームの試合で、観客席にたくさんの人がいると、はい、余計実感湧きますよね。そうですね。まあ、今日も、はい、約900人くらい来てくれたんで、はい、まあ、選手たちはすごいいいモチベーションで試合できました。プレーしていて観客席の声援とかって聞こえてくるんですか？聞こえます。はい。なるほどなるほど。今日はバルーンもこうあって鳴り物もありましたしね。ちょっとそこまでは見えてなかったです観客席から見ると長坂選手大きいですね。ぶっ飛ばしまくっていましたよね、ちょっとね。そうです、まあ、結構言われますね、そこは。体の大きさっていう部分では、まあ、多分今まではそこまで言われたことないっていうか、まあ、結構体が大きい選手が多かったんで、外国人選手も含めて、そこは結構言われますね。どうですか、ちょっと話が飛び飛びになっちゃいますけど、Jでこれまで試合出場したりとか、はい、レギュラー争いをしていて、はい、で今こう社会人リーグまで、はい、まあ、リーグをちょっと違うステージで、はい、チャレンジになりますけども、超えなきゃいけないハードルっていうか、はい、実感してんじゃないですか、どれぐらい強くなるか。そうですね、まずはもう北海道ではもう敵なし、でも無敗で優勝、っていうところをまず目標にして、はい、まあ、あとはやっぱ全国のレベルっていうのは絶対高いと思うんで、はい、そこはもう選手一人一人練習から絶対意識していかないと、絶対に上はいけないと思うんで、そこは僕もこう上でやってきたことをいろいろ生かしつつ、まあ、若い選手も多いんで、そういうのを伝えていけたらいいかなと思ってます。長坂選手今おいくつですか？今年25になりました。25、はい、サッカー選手にとって25って、いや、もう中堅くらいだと思うんですけど、自分的には去年でちょうど6年目終わったので、まあ中堅くらいだと思うんですけど、前長野選手と話をした時は2回ぐらいこう開口通告があると人生考えるって言ってましたね、はい、僕も去年人生初めての、
まあ、契約満了っていう形で、うん、しかも怪我をしている状況でだったので、うん、正直すごい、まあ、悩んだ部分もあったんですけど、うん、まあ、怪我をしたままサッカーを、まあ、辞めるっていう選択は、まあ、最終的に自分の中ではしなかった、うん、まだまだやれるっていう、はい、もう一回、まあ、上を目指したいっていうか、うん、また這い上がっていきたい気持ちがやっぱあったんで、うん、今回こういうふうに加入することになりました。あ、いや、そこのところちょっともっといろいろ突っ込んでいきたいんですけど選択肢としては他にもあったんですか？いや、その怪我してる状況なんで、どっちみちその練習参加で、まあ、J のところに2チーム3チーム受けに行ったんですけど、まあ、夏のタイミングっていうことでなかなか、まあ、契約するまではいけなくて、うん、そうですね、そこでもまあ悩みましたけど、あ、まあ、こうやって必要とされているところがあったので、うん、まあ、すごい嬉しかったです、率直に。うん、今回あのコンサドールで育った、はい、長坂選手がスカイアースに来るっていうことで結構地元でも話題になって、コンサファンでもいろいろツイッター上とかにぎやかになりましたけれども、はい、あの選手としても嬉しいんじゃないですか？そうですね、やっぱサポのサポーターからもいろいろ SNS で応援してますとか、うん、まあ、そういう言葉をいただいて、まあ、やっぱそういう応援してくれる人たちのがいるんで、こう自分たちも頑張れるっていうか、うん、結構僕らの立ち位置にいると、わあ、長坂選手が来たっていう部分がね、はい、結構フォーカスされるんですけど、長坂選手自身は結構こう、まあ、チャレンジっていうか、もう一回上に上がるぞっていう期するものがあって、はい、来られているっていうのを聞いて嬉しかったですね。それとこれまで、まあ、これから上がっていくにあたって、チームの雰囲気としてはどうですか？もっともっと引き締めていかなきゃいけない部分とか感じてらっしゃいますか？そうですね、でも試合を重ねるたびに結構良くなっていく実感はするので、うん、まあ、やっぱり守備のところでまずは無失点っていう形で、うん、まあ、あとはその90分間通して、まあ、最後まで気を抜かないというか、うん、まあ、あとは立ち上がりがすごい悪いと言ってたので、はい、まあ、そこを特に意識してゲームに臨んではいきたいかなと思ってます。うん、今日結構早い段階でゴール入りましたね。はい、早かったですね。いや、人生初くらいかもしれないです、あの速さはもう MC の人も急いでゴールを伝えるみたいな、ね、感じありましたけどもね。いや、面白かったな。これまた同リーグ上がって、ちょっと気が早いですけど、はい、トーナメントになっていくとスケジュールもタイトになってきますし、はい、あの違う厳しさが出てくると思うんですけど、はい、まあ、今長坂さんがおっしゃったような、まあ、試合ごとにチームの状態も良くなってるっていうので、はい、楽しみですよ。でもね、楽しみにしといてください。楽しみに。いや、どうですか、働きながら。働きながらですよね。働きながらです、今は。はい、働きながらサッカーするって全く違う今状況だと思うんですけど、どうですか？そうですね、まあ、時間がないです。時間がない。一日の。まあ、やっぱりケアだったり、はい、まあ、そういう部分はやっぱ難しいというか、うん、まあ、なんで最初来た時は本当みんながすごいこう仕事しながらサッカーしてるんで、うん、まあ、僕も最初はちょっと慣れないで結構体が痛くなったりしてたんですけど。どんな仕事されてるんですか今？今北海道ホテルで、はい、ベッドメイキング。いいですねピシッともうしわなく初めてですよね。もちろん初めてです。これちょっとあの北海道ホテルに泊まる人を探してほしいなと思いますよね全然違う言われたりしますか？でもなかなかあのお客さんに合わないんで、入られる前に部屋の準備をするんですもんね。裏方の仕事なんで、はい、なかなか会うことはできないですけど。
ずっとサッカーされてこられて、今はそういう新しい経験もされてるわけですけど、はい、こう、まあ、学ぶことっていうか感じることってありますか？そうですね、まあ学ぶこと、そうですね、まあ、そういう皆さん仕事をされてきて、はい、そして週末応援に来るわけじゃないですか、はい、観客側のこう生活なんかもイメージ湧いてくるんじゃないかなと思って、はい、まあ仕事をした後にサッカーなんで、仕事を確かにしてるだけだと、もしかしたら僕からしたらすごい時間があるように感じるかもしれないです、今だと、仕事しながらサッカーして夜帰ってくるのがだいたい9時半とかなんで、で次の日また仕事でサッカーなんで。仕事出社何時ぐらいなんですか？9時です、ね、あ、普通に、普通にでも、まあ、でも若干遅めだとは思うんですけど、じゃあちょっと疲れたなって言ってシャワー浴びて、スポーツニュースチェックでもして、ご 飯、はい、ご飯食べて寝るだけですね。はい、厳しいですねやっぱね。そっかそっか、でもそういった状況の中でもしもあのサッカーする部分が仕事って考えたら大概な残業時間ですもんね。そうですね、はい、自分で望んでやってるからあれですけど、はい、で身の回りのことも自分でしなきゃいけなくなってるんですよね。そうですね、はい、違いってどういうことあります？まあ、今まではそのクラブハウスっていうものがあって、で練習すぐ練習着とかも、まあ、洗濯をしてもらったり、スパイクもそのクラブハウス内に置いたりしてたので、まあ、練習場には本当荷物がないというか、財布と携帯と、まあ、必要なものだけ持っていくっていう環境でやっていて、はいはい、まあ、今は自分で洗濯、でスパイクも持ってきますし、まあ本当真逆というか、高校サッカーだったら、まあ親が洗濯とか食事とか準備してくれるじゃないですか。はい、だからそれ以上ですよね。だからそうですね自分で生活のケアしつつ、はい、いろいろしびれますねそれはね。ぜひあの一個ずつステップアップしながら頑張ってもらいたいなと思いますけども、十勝、はい、の暮らしはどうですか？初めてですよね。初めてですね。なんか観光には何回か来たことあるんですけど、住むのはまあ初めてで、ですね。ゆっくりできる時間も少しはありますか？まあ、本当この試合終わった後とかすいません、なんかね、いやいやいや残っていただきまして本当土日ですね、まあ、ゆっくりできるとしたら、まあ、明日は練習が休みなんですけど、まあ、仕事はあるんですそっか今日社長も来てたっていうことなんでね、ちょっとね、はい、そこら辺もね考えてもらいたいなみたいな。明日出社普通にある。そうです。皆さん聞いてます？コンサドーレの時から長坂選手を応援している皆さん、まあ、だいぶ状況変わってきてますけども頑張ってますんでね、あの応援してほしいなと思うんですが、まあ、十勝に来てから見つけた、まあ、楽しみとかいいとことかってあります？いや時間がなくてまだないちょっと今度一緒に長野選手とかも含めて、はい、行きましょうよ。お願いします。お酒飲んだり、はい、いやそういう様子も皆さんにチラッとチラッとお届けできる機会があったらいいなとか思うんですけどね。全く状況変わって水戸から十勝と。はい、そうです。ですよね。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。あのぜひね、十勝の皆さんに一言メッセージをお願いしたいんですけども。はい、今シーズンから途中ですけど、加入することになりました長坂優斗です、チームを本当 JFL そして将来的には J リーグに、上げれるように全力で頑張りたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。またいろんなチームから声がかかるぐらいに、はい、活躍してほしいと思います。頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ー